なんか入ってる？あ、銃だ！これだ。取りたい取りたい。取った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 。あ、金の時計。どうもー、鳥の爪団外です。ホラーゲーム企画、カラスの爪第140弾はこちらのゲーム、411、411？ まあ、ちょっとどっちかわかんないですけども、こちらやっていきたいと思います。また、あれですね、メニュー画面なし。いきなりスタート。怖えんだよなー、これいきなりスタートすげー説明不足感あってやなんだよな。これ今どこにいるの私は。オフィスかな？ちょっと雰囲気からして、あ、走れる。エレベーター、エレベーターがあって、読めん。暗っ。めっちゃ虫がたかってる。虫たかりがちだよね。暗いな。ちょっとゆっくり行くか。廃れたオフィスだ。怖いな。何が目的かもまた今回もいつも通り分かっておりません。電気消えた。ここは開くの？開かないのかな。開かないみたいです。行きます。暗いな。扉は開かないんだな。奥行きましょう。ウォーターサーバーとかあるしね。かつてはここでね、従業員たちが一生懸命働いて社畜生活を送っていたんでしょう。あー、社畜の人だ。ブラック企業すぎるだろ。通ったよね。ってことはこっち？いや、行かないのか。これは？いや、通れないぞ。ん？F だ。いつも F がフラッシュライトで E が開けることが多いんですけど、今回 F で開けるんだ。じゃあ社畜の人が入ってったところに入ればいいのかな。ちょっと分かりづらいな。で、照らされてるとこちっちゃいし怖っ。え、なんかあんの？でもニーズキーって出てるところとかあったんで、あった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 、これだ。これ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 が欲しい。取れたー。取れました、取れました。これで元の方に帰っ、え、大丈夫？あっ、嘘だろ。え、あそこ行かないとダメなの？開かないんだよね。嫌なんだけど。わ、こんにちは。かつてここで働いていた女社長とかでしょうか。怨念がすごい。あ、やだ。あもう分かってても怖い。なんか来るの、もう本当やめてほしい。本当にやめてほしい。今のはやばかったなぁ。ニーズキー。じゃあ戻りましょう。結構ドアあったもんな、じゃあ。でも、鍵は取ったんだよ。I need a key. ここか？一番最初のところのあたり。あかん！もう終わりだ！じゃあもうこのゲーム。あ、ここもある。あかん！じゃあもう終わりだ、このゲーム。え、どこの鍵よ？ここ？開くんかい。ここだ。怖ー。もう今のあの女の人の顔やだ。もうすごいあれ。もうドゥンじゃない。めっちゃバチバチしますよ。これは取れるわけじゃないのね。お得意のあのヒューズを探すフェーズですかねえ。そういうやつ、ホラゲーにありがちなヒューズを探すフェーズですか。なんかトンとか今言った気がするのは気のせいか。あ、ホワイトボードとかしっかり会議してるじゃん。何書いてあるか全然わかんないけど、なんか手がかりになりそうなものあるかな。鍵があるわ。
ここに鍵がありますね。これなんだろう。鍵取れたけど、とりあえずね、これなんだろう。よくわかんないな。まあいいや、戻ろうか。怖っ。なんででも主人公はここに来たの？廃墟探索が趣味なの？それともここの元従業員なの？開かないね、でもね。今度はどこが開くんだ？あ、ここのドアかな？あ、開いた開いた開いた？あ、入れた。もだいぶ最初の方の場所でした。なんか目立たないドアがあって、だいぶ探索したわ。あ、これかな？なんだこれは。ホチキス？え、ここに来てまだ俺は書類の整理とかをしなくちゃいけないの？え、社畜にも程があるだろ。社畜の怨念に殺されるの？俺は。これ何？あ、弾丸か。ホチキスじゃねえのか。え、じゃあ銃使うことになるの？戦うの？え、リロードじゃない？なんかね、弾薬って感じじゃなかった？あー、来てる！撃てるの？ね、待って、それ何？どこでファイヤーすんの？ね、それどこでファイヤーすんの？ね、操作方法わかんないんだけど。あー、痛い。あー、ちょっとラグがあるのね。あー、痛い痛い痛い。えーい回避できたぞ。えーいえ、倒すのはどうすんだ？こっち行っていいの？あ、いる！待って。あ、痛い。あ、これか。F。ゴミ箱漁れる？なんか入ってる。あ、銃だ！これだ。取りたい取りたい。取った。あ、金の時計。銃よりも金の時計が気になる。20分の6。6発あるんだね。ってことは、あ、エイムもできる。これで、あのゾンビが出てきたら倒せばいいんだ。了解です。やったやった。まさかゴミ箱開けるなんて思わねえからよ。わかんなかったぜ。ふい。ふい、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 ふい。いや、倒せねえじゃねえかよ。嘘だろ。ふい、ふい。あー、倒した。強いかよ、お前。大概6発も当てれば倒せるだろ。いる。2、3、4、リロード入って、1回交代しつつ、1、2、3、4、おい。だいぶだね。おぉ！痛い。リロード。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス。あと2発？もうこれ以上出てきたら無理なんだけど。結構鬼畜仕様じゃねえか。はいはいはい。いきます。一応ゆっくり行こうか。あ、なんかポイの手に入れられるそう。これかな？なんか手に入れた。カレンダーみたいの手に入れた。帰るよ。帰り際また来るとかやめてね。すっごい死体死体だらけ。え、これで戻れる？あ、戻れた。よし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 。え、でも銃持ちっぱ。マジかよ。これ1回しかも死ぬと最初からっていうゲームなんですよね。さっき死んだんだけどさ、マジかって思いました。え、もう帰ろうぜ。エレベーターから帰ろう。帰れん。一応こっち寄ってみる。あ、直せました。ヒューズだったんだ、さっきのカレンダーみたいの拾ったやつで。女の人の笑い声がしてたから、あの例の女社長の部屋にまた行ったらいいのか。電気つきましたね。いいじゃんいいじゃん。ただだいぶ不穏な感じ。プレス F ユーズ。なんだ。あ、パソコンが使える。
OS 起動？嘘でしょ。え？マイコンピューター？何これ。プレス F to use flash。 あ、USB？ 社内のデータを USB でやるのは最近 IT リテラシーの観点からあまりおすすめされてないけど。使える。あ、パンダもなんか引いてるよ。USB 使うの？みたいな顔してますよ。やっぱりよくないんだよきっと。あ、なんかフォルダがある。うわ、読めん。あ、ネーム、タイプ、サイズ、なんかいろいろ書いてある。なんかフォルダだね。あ、なんかコピーって出る。これコピーしたらいいのかな。コピーしよう。マイコンピューターのをここに。あー、なるほどね。そういうことか。これで USB にこの会社の秘密をねどんどん入れちゃうっていうことですよね。もう破産には追いやってると思うんですけども、さらにこのね、データをコピーすることによって社外費を外部に漏らしちゃう、そういう主人公ですね。まあ、金の腕時計してるし、マフィア感すごいですもんね。さあ、これでどうだ？ OK かな？あ、入りました。重要な社外費が私の USB に入りました。で、どうしたらいいんだ？あ、ちゃんと USB を引っこ抜かないで、ちゃんとこれでエグジットするタイプの人なんだ。ここしたら OK だった。さあ、F。オッケー。でも女の人めっちゃ笑ってた。てか俺っていう気がしてくるよね。もうここまで来るとこの笑い声俺なんじゃねえかっていう。あとでももう弾2発しかねえんだよな。それだけが怖い。あの人出てくるんじゃない？また。あ、開かないね。開かないっす。ってことでエレベーターの方に行きましょうか。エレベーターから普通に帰っちゃっていいのかな。帰宅できますかね。もうだいぶ残業しましたけども。あ、うわ、いるー。社長いるー。あ、消えた。社長、社長もう退職させてください。こんな会社嫌です。あ、エレベーターのとこで F 出ましたね。乗れる。あ、Time to play your level B。 まさかの判定されるっていう。スコア出るの？で、E でエグジットということで、今回は411というね謎めいたホラーゲームやってきました。また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。